1947年に米軍が射撃訓練開始に伴い設定した九十九里浜沖航行禁止区域。九十九里浜闘争とは、1948年に千葉県の九十九里浜一帯が GHQ に接収され、在日米軍の実弾演習場とされたことに対して起こった漁民を中心とした住民運動。この運動は漁民による封建的な網元、 親方制度に対する労働葬儀としても発展した。1948年4月、暴走半島東部に面した99、里浜一帯が、米軍公社法演習場として、占領当局に接収され、九十九里浜に隣接した海域も、半径3万千ヤードの海面を接収し、射撃指定海域に指定された。また、三部軍豊見町を貫いて、 海に注ぐ新亀川河口の砂浜と隣接する民有地の合計26万8000坪の土地が米軍の陸上基地、キャンプ型カカイとして接収された。1951年には朝鮮戦争の戦局の悪化から演習強化のためにさらに8万ヤードの海面を接収した。これによって北は長子沖から南は大原沖まで九十九里の全場が 演習地となった。当初は月曜日から金曜日まで毎日朝から夕方まで演習を行っていたが地元の強硬な反対によって午後のみに変更され53年頃から月曜日から木曜日までの正午から午後6時まで広角砲並びに機関銃による実弾射撃演習を行った。降射砲の実弾演習が始まるとその爆音で魚群も逃げてしまい 漁船の失業は午前中だけに限られた。住民たちは射撃音を土管と呼び、学校の教室でも先生の声も聞こえないなどの騒音問題ともなった。また、基地周辺の家屋は射撃時の振動で瓦が落ちたり、家が傾くほどのものだったという。漁場を奪われた漁民や慣れ親しんだ砂浜と海に砲弾が打ち込まれることに憤慨した住民は、 すぐさま漁業権の保障交渉とともに基地反対、撤去を求める運動を開始した。反対運動は1950年2月21日にキャンプ片海のゲート付近で校舎法の爆音のさなかに開催された反植民地闘争で片海漁民大会で公用を示すが占領当局はレッドパージの状況に乗じてこの住民運動を 共産主義者に先導された運動として、大会の翌日には CIC が追求を開始した。GHQ は支援者の日本共産党、戦い細胞の党員9人を逮捕し、占領目的を阻害する行為などで、米軍軍事法廷で起訴されることになった。逮捕された共産党員たちは漁民たちから9人の相互と尊敬され、称えられた。 米軍朝霞基地での軍事裁判は4月27日から5月5日まで6回開かれた。被告のうち5名が即日無罪となったが、細胞のリーダーだった小松七郎ら4名が重労働1年の判決を受けた。判決を不服とした被告の要求によって再審が行われ、小松ら2人は一審通り、数とは重労働3ヶ月、数とは執行猶予に減刑された。 ちなみに、小松が収監された府中刑務所の独房は、徳田九一が戦時中に収容されていた部屋だったという。朝鮮戦争が開始された1950年には、演習実施日が年200日を超え、同年7月に日本政府は損失保証金を廃線処理費で賄うことを閣議決定した。一方で、この反基地運動を契機にして獲得した。 保証金の分配をめぐって、漁師たちは、自らの、網元、親方制度の封建的なあり方に目を向けるようになる。政府から支払われた、保証金は、網元一人当たり四十万円に対して、漁民は一人当たり五百円にも見となかった。この不公平な保証金の分配に橋を発して、1953年の6月から8月に、かけて、白里、と、ナバギ、 白方、豊見と相次いで漁民組合を結成し、同年10月には選手を相手取って大規模な労働葬儀にまで発展する。戦後民主化の波から最もほど遠い地域、天然記念物ものの封建制度と千葉県の役人がサジを投げていた地域で画期的なことであった。基地による住民被害も相次いだ。1948年12月に飲酒運転の米兵が 下校途中の児童を跳ねて死亡させた。1951年7月には、旧豊見のキャンプ家高いに近い町営住宅に、校舎法演習の標的の無人機が墜落して炎上。住民の夫婦が全身やけどを負って死亡、3件が全焼した。1952年2月には、旧豊見の生花店に19歳の米兵の運転するトラックが突入。 店舗を大破させて6歳の男児が死亡した。被害を受けた家族には謝罪も弁償も一切なかった。同月、同じように、米軍車両が店舗に突入して、客を負傷させた事故も起きている。また、当時の住民は後に、敷地へ入り撃ち殺された人、片腕を撃ち落とされた人もいると証言している。1954年2月11日には、 千葉県三部軍と読み町で九十九里浜禁止海域に侵入したとして約50隻の漁船に対して米軍が元堅海車上から数十発の威嚇射撃を行い退去を求めるという事件も起きた漁船から200メートル離れた水面に着弾し数十メートルの水柱が立ったと目撃者は伝えている当時沿岸の漁民は非常に急防していて禁止区域であっても 魚群を見つけた時には危険を犯して漁を行っていた。一方アメリカ兵たちは九十九里浜を東洋のマイアミと呼んで家族連れで海水浴を楽しんだりもした。1952年7月には千葉県議会は射撃場撤廃に関する決議を採択したが1957年の段階に至っても日本政府は 九十九里海岸六万坪を米軍に提供することを閣議決定した。しかし、反対運動の激しさと降車法という戦術が時代とともに古くなったこともあり、同年5月に米軍は千葉県に永久に射撃演習を中止すると千葉県に通告。10月には九十九里浜は千葉県に全面的に返還された。この運動は日本で最も早い米軍基地。 反対運動であり、この運動が、後の内田闘争や砂川闘争に影響を与え、運動を広げた側面もある。変換後も、九十九里浜では1960年代終わり頃まで、訓練に使われた無人機の破片や海中に投棄された軍用車両などによって、地引き網が破損することがたびたび起こった。ジャミとは、煮干し用の小岩紙のこと。パンとは、 アグリ船に乗せて海中に運ぶ木材道具。パンも濡れないとは量がないということ。星カとか江戸時代から農作物の肥料として重宝されたイ岩し星の締めかすのこと。星カを星カと読む。かつては砂浜いっぱいにイワシが干されていたことを指している。マネとは漁獲を表示する原始的通信機。 この、新大量武士は、軍事裁判開始直後に、片海の共産党、壁新聞に貼り出された。作者は、共産党千葉県委員会の幹部と、朝鮮総連千葉県本部の幹部たちが主演を開いた、際に、九十九里の漁民を応援しようとが作されたものだと、言う。一つとせ人と犬との分かれ目だ夜明け前だぞ。九十九里浜は夜明けだね二つとせ船方なんぞと馬鹿に。 砂を直しするのだ団結で三つとせみんな一度に、立ち上がれ自由のための戦いだ四つとせ嫁も姑も、子も孫も乱すまいぞえ新域五つとせ今に見ていろ、封建の画像を、俺らで潰すのだ六つとせ無理で太った選手たち長さにゃ、なるまいちの涙七つとせ名前を越すぞ裏切り者は、松台までの恥さらし八つとせやってみせるぞこの仕事、かわいい我が子のためじゃもの九つとせ苦しみ悲しみ、 踏み越えて、住みよい俺らの町作り十とせ、とうとう夜が明けた、九十九里町から、村から、夜が明けた全日本会員組合九十九里葬儀団。ありがとうございます。